肉の角度は45度。どうもトラチャンネルです。本日の食材はこちら、ドブネズミの肝でございます。はい、前回ねドブネズミ&牛ガエルの動画を出したんですけど、その時の、ドブネズミから取り出した肝でございます。で本日はこのドブネズミの肝を使って、ドブネズミのレバニラ炒めを作っていこうと思います。まあ、部位としては性能、肝臓、肺、心臓、この4部位を使ってレバニラ炒めを作っていこうと思います。それではレッツクッキング。それではね、こちらを肝を、ね、水洗いしていきます。こちらペーパーでね拭き取っていきます。水気を取りましょう。はい、こんな感じでね水気を切りました。美味しそうですね。生姜を千切りにしていきます。ニンニクも千切りにしていきます。はい、レバーを調味料漬けにするんで、こちら細かく切り刻みます。はい、切り刻んだものをジップロックに入れていきます。レバーも入れていきます。醤油を少々、お酒を少々。はい、そしてこちらね軽く揉んでいきます。はい、次にニラを4センチ幅で切っていきます。はい、生姜も千切りにしていきます。ニンニクも千切りにしていきます。はい、10分経過したら先ほどのタレを捨てます。そして片栗粉をまぶしていきます。はい、よくレバーにまとわせます。こんな感じかな。はい、加熱したフライパンにごま油を敷いていきます。はい、まずはね生姜を入れていきます。はい、はい、生姜の香りがプンプン充満してきたら、それぐらいでこちらの肝を入れていきます。はい、生姜がね半透明になるまで加熱しましょう。はい、ここでね醤油とお酒を入れていきますね。ニンニクとニラを入れていきます。はい、ニラがしんなりするまで加熱いたします。こちらもずっと弱火でお願いします。はい、いい感じですね。ではお皿に盛り付けていきます。めっちゃうまそうですね。できました。ドブネズミのレバニラ炒め完成でございます。
それではいただきます。いただきます。熱さが伝わってるわ。この肝臓かな、これ肝臓ですね。うまっ。うまい。肉よりも臭みがないんですよね、レバーって。肉よりもグロスありそうでないんですよ。癖はないですね。でこちら性能いきます。性能いただきます。プチって口の中でプチって。よくね、僕のチャンネルにそんなもん食べて大丈夫ですかっていう心配、ご心配のね、コメントがいただくんですけど、まあ、本当にね、基本的には生き物全般加熱すりゃ大丈夫なんですよね。加熱して生きてる菌とかいないんで、基本的に、まあ、溶岩の噴出口に住む特殊な菌とか以外、まあ、菌っていろいろ種類がありすぎて、まあ、系統とかバクテリアとか真菌類とかいろいろあるんですけど、基本人間の体で悪さする系の一般的な菌、そういうのは基本的には死んじゃいます、この加熱でね。まあ毒性という意味では加熱したら逆に毒性が出るみたいな、まあ、そういうカビ類だったりそういうのはあるんですけど、まあ、基本的にね、みんなが心配する菌類、そういうのは加熱さえすれば全然大丈夫です。まあ、その代わり絶対生はダメですよ。加熱はね、ガチでしっかりしないといけません。本当にもうこれぐらいでいいだろうっていうのは、まあやめた方がいいです。まあそれ言い出したら、刺身とかでもね、たまに当たる時あるんですね。まあ寄生虫がいたりだとか。なんでみんなが一般的に食べるって認識してるやつも、危ない時は危ないんでね。まあ僕も今までドブネズミ食べてきて、まあ確かにね、正直美味しいとか言ってますけど、やっぱ臭いんですよ正直。まあそんなに、そこまでね、一般的に食べられてる肉類と比べればやっぱりね、食になってない理由っていうのも分かる、そんな感じなんですけど、まあとにかくしっかり知識を持って加熱して衛生的に調理さえすれば何でも食えちゃう。鶏肉のレバーとか、レバーないか、牛肉の、一般的にレバー、牛肉とかのレバーとかの、またちょっと違うイメージかな。なんか、うん、あっさりしてる、そっちよりも。ドブネズミの肝はね、うん、あ、これ腎臓ですね、腎臓、うん、いけるね。で、これ陰茎、形見えないな、うん、おいしい。最高だね。あとこの残りはご飯にかけて、いただきます。これは精力出るわ。精力漬けに持ってこいじゃないですかこれね。うん、元気出る。これはごちそうさまでした。美味しかったです。ドブネズミさん、はい、ということでね、ドブネズミの着物レバニラ炒め、まあ、レバーって肝が、ドブネズミのレバニラ炒め大成功です、ね、なんか、まあ僕姿でドブネズミの姿焼きしちゃってるんで、まあ骨も抵抗感の一つなのかもしれないですけど、まあ、レバニラの方が、レバーの方がなんか躊躇なくいけてるっていう、そう、面白いことが起きてるんですけど、皆さんもね、この夏に向けて精力つけるためにドブネズミのレバーを食べてみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったら
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。